三代将軍、源の実朝の時に、実朝の跡継ぎの将軍として、京都から親王を送ってもらえませんかと。で、親王を将軍に迎えて、鎌倉幕府と朝廷が、友好的にやりたいという申し出があった。で、これは後鳥羽上皇側から見ても、鎌倉幕府側から見ても、ウィンウィンの関係にあるわけで、で、双方乗り気でですね、話は進んでいたんです。ところがここでね、想定外のことが起きた。源実朝が公暁によって暗殺されてしまうということが起きて、で、親王将軍の話はですね、潰れてしまったんです。で、鎌倉幕府側は、鎌倉幕府も困ったんですよ。親王将軍来られちゃったからね。で、慌ててですね、摂慶将軍を迎えて、で、実権は北条政子と北条義時が握るんですけど、後鳥羽側から見てもですね、それは面白くない事態になってるわけです。で、後鳥羽上皇はですね、まあ、北条義時、政子、2人を幕府から追い出すことはできないものかと考え始めた。ただね、この構想についてはね、京都側にもね、批判する人がいた。こう、うまくいけばいいですけど、下手して朝廷と鎌倉幕府全面戦争なんてことになったらどうするんですかと。万が一負けたら。いや、実際そうなったんですけどね。全面戦争になり、かつ鎌倉幕府側が勝つと、結果に終わるんですけど、でも、まさか負けるとはまだ思ってない時代なんですけどね。それでもね、やっぱ一抹の危険があるのでね、後鳥羽上皇が北条義時を追討する。そして鎌倉幕府をコントロール下に置こうとしている。それは、という人たちはね、京都にもたくさんいたんですね。例えば、この西園寺公常。この人は、幕府寄りの人で、幕府と戦うとんでもないという立場をとってました。それから、順徳天皇の摂政、近衛家実。もしとも反対ですと言ってました。言葉はですね、何を言うとんや、俺に協力せえへんのかいですね、摂政を交代させました。九条道家に変えました。この言葉の子供の中にもね、辻帝上皇のように、いやーっとね、お父さん、大丈夫ですかと、という批判的な人がいた。順徳天皇。この人は、討伐に、幕府と戦うことに積極的で。で、順徳天皇は、戦いの寸前にですね、自分の子供に天皇位を譲って、上皇として、自由な立場で、幕府、討伐計画に参加しますと。という態度を取りました。で、比叡山はね、後鳥羽院政が、自社の抑え込む政策を取っていたので、反発していて、まあ、できるもんならおやりなさいよと。うちは寄りませんよと。比叡山はそういう態度を取ってました。だからね、京都側もね、一枚岩ではなかったんだね、状況の時ね。ただ、負けるとは思っていなかったということも事実です。で、状況の乱なんですけど、あれがね、どういうその考え方に基づいて起きているかということを説明すると、当時の日本ではですね、一番トップにいるのは四天王と言われて、これが天皇の時もあるし、上皇の時もあるんですけど、後鳥羽上皇が政治をしている時点では、後鳥羽上皇です。この人が日本のトップです。で、この朝廷の下にね、いろんな役割を果たしながら、朝廷に参加している検問というのがある。例えば、お祈りをして国を守るという形で、国家に協力している比叡山とか、興福寺とか、そういうものがある。それから、摂政関白を出して、政治を取り仕切るという形で、国家に参加している摂関家がある。であるならば、
鎌倉将軍家というのは、こう武力を通じて、国家に参加していく一つの家柄、検問と認めてやったらいいではないかと。これが後鳥羽上皇の考え方なんです。だから将軍をですね、天皇が任命して、で将軍の下で鎌倉幕府が朝廷に、使えるということは何の問題もない。何が問題かというと、この鎌倉幕府を幕府のですね、家臣に過ぎない北条義時が仕切っていると。ここがおかしいです。で、貴族社会では、1、2、3位と4、5位の間に大きな壁があってですね。で、4、5位のものというのは、上の命令を聞いて動けばいいんです。義時というのは、比べていうと5位ぐらいなのかな、執権というのはね。だから、上の命令を聞いて動く立場なんです。で、それがね、鎌倉幕府という後鳥羽上皇から見て、一つの組織を動かそうとしている。で、しかも、朝廷の言うことを聞いているようにも見えない。ここがおかしいと。だから、北条義時を追悼することによって、鎌倉幕府が本来のあるべき姿に戻って、国家の一部門として機能するようになれば、それがいい。だから鎌倉幕府をね、倒してしまおうとかね、潰してしまうとかね、そういうのではないんですね。ただ、後鳥羽上皇が読み間違えたところはね、当時、地天の君の権威は絶対でしたから、地天の君が命令すれば、下の者はそれに従うと思っていた。これは当時の常識だったんです。だからこの侍階層ね。侍というのは、この貴族たちに奉仕する、サブラウモンですから、サブラウモンたちは上から命令が来れば、それに従うもんだと、後鳥羽上皇は思っていたんです。ところがね、この武士というか侍たちのね、考え方は違うんですね。彼らの考え方は、とにかく自分たちは所領が欲しいんや。所領を増やして、そして取った所領を守りたいんやと。そのためには上の権威に結びつくことは絶対に大事なんだけど、その時に自分が選んだ上のものが負けてしまうと得ないことになるんです。で、自分がですね、勝つものを選んで、で、自分が選んだ上のものが勝った恩賞をもらうと。これがね、御家人たち、武士たちの考え方なんね。あ、御家人っていうのは鎌倉幕府と主従関係を結んでいる人。あ、鎌倉殿と主従関係を結んでいる人。もちろん、武士の中にも、鎌倉殿と主従関係を結んでない人もいますから、これはですね、誰か彼かの上司を持っているわけで、ただ、この武士階級全体として言えることはですね、勝ち組に乗って、所領拡大を目指すのが目的で、逆に言えば、勝てばいいんですが、負けた時は所領を失ってしまうんだよね。だから、勝つ側に絶対にならなあかんと。ということは、後鳥羽上皇が勝ちそうであれば、後鳥羽上皇側に行くんですけど、負けそうになったら、後鳥羽上皇じゃない方に行くかもしれないという、ここのところをですね、後鳥羽上皇が理解していたかどうかがポイントです。さて、武田信光がですね、承久の乱の時にどうするんですかって聞かれてね、こう言っています。武士というのはな、勝つ側につくんやと。勝ち馬に乗るんやと。鎌倉が勝てば鎌倉側につく。京方が勝てば京都側につく。とにかく武士は勝ってなんぼやと。だから、後鳥羽上皇が勝つためにはね、京都側が勝つと武士たちに思わせることが絶対に大事だったんです。さて、
戦いが始まりました。で、武士たちなんですけど、後鳥羽上皇から鎌倉、北条義時を追討せよという、まあ広い意味で言えば鎌倉幕府を潰せ、やっぱり違うな、北条義時を追討だな、と院宣にも書いてありますからね、北条義時を追放し鎌倉幕府を本来の形に戻せというですね、命令が出た。で、そうするとね、京都のね、御家人たちはほとんど後鳥羽上皇方についたんです。後鳥羽上皇がね、命令出せばね、武士たちは後鳥羽上皇方につくと、後鳥羽上皇が考えていたことはまんざら間違いではなかった。例えばこれ京都にいたね、御家人たちですけど、あ、京都側の、武士のリーダーは藤原秀康という人で、この人は、院の直属の最面の武士ですから、迷うことなく、後鳥羽上皇側に行きます。次に、鎌倉殿の御家人になっているグループはどうしたかなんですけど、京都守護2人いました。で、大江近弘は京都側についています。これ、大江広元という、鎌倉幕府の万所を仕切っている人の子供なんですけど、で、京都守護という幕府の大事な役職についているんですけど、後鳥羽側についています。だから、三浦胤義。この人も、後鳥羽側についています。というか、ほとんどの京都にいる御家人は後鳥羽側に行きました。で、この伊賀光末、京都守護2人いるんですけど、このうち1人だけは、伊賀光末だけは、後鳥羽側に行きませんでしたけど、これは伊賀光末の兄弟が義時の妻になっているので、これは北条一族なので、これはさすがにね、後鳥羽側に行くことは、これ人間関係的にできない。という、こういう伊賀光末を除いて、で、ほぼ全員京都側にいた御家人は後鳥羽側に行っています。だから後鳥羽上皇がですね、いや、北条義時追討の院宣出せば、武士たちは京都側につくんやと考えたことは、まんざら間違いではなかった。ところがね、北条義時追討だという命令が、院宣が幕府側についたら、幕府側も、どうしようって対策立ててですね、ここからとは高校の日本史の教科書に出てきますけどね、尼将軍北条政子がみんな集まれって、あんたらな、幕府と京都の朝廷とどちら分やって、だってはっきり決めよって、京都側のやつはな、さっさと京都側行けって、で、直ちに京都に向かって攻め込むと幕府が決めた。あれで決まったね。あれね、頼朝の恩がどうたらこうたらではなくてね、とにかくね、鎌倉幕府側はすぐに動いた。これが大事らしいです。というのは、これ日本側でね、日本全国どういうふうになってるのかね、で、京都と鎌倉どっちが勝つのかね、こんなんね、情報錯綜してるからね、わかんないんですよ。わかんない中でね、武士たちってね、勝ち馬に乗らなあかんんですよ。で、判断するのはあかんわけね。負けた場合は偉くなるんです。どっちつくって。その瞬間に判断するのはあかんんです。で、そこで、尼将軍北条政子が、あんたらな、どっちつくんかよう考えやと。ね。京都がいいんやった。そらそうと京都行ったらええやん。って言われたときにね、それで、いや、私、京都へ行けます、行きますってね、言えるかどうかだよね。うん、で、戦いは、鎌倉幕府軍の、勝利のうちに終わりました。それで、後鳥羽上皇ね、まさか負けると思ってないからね、えらいことなった、相手ね。で、院宣取り消します、ごめんなさいって言ったんですけど、鎌倉幕府側が強行に出て、ダメです。今更頭を下げて、ごめんなさいと言って、
許してもらえる問題ではありませんということで、後鳥羽上皇は隠岐へ島流し、順徳上皇は佐渡へ島流し、中京天皇は、天皇を辞めてもらいます。で、辻帝上皇については、この人は批判的、後鳥羽の動きに批判的であったということを知ってますから、鎌倉幕府側としても、いや、まあ、特にお咎めなしでよろしいですよと言ったんですけど、辻帝上皇が、いや、そうは言ってもなと、父親は隠岐へ、で、弟は佐渡へ行くのに、私だけが京都で、ね、のほほんとしているわけにいきませんよと。私は、まあ、じゃあ四国の土佐あたりへ流してくださいと。で、鎌倉幕府はね、いや、そう、気の毒だけど、まあ、そういうことであれば、致し方ありませんねと。しかし、まあ、土佐まで行く必要もないですよって。まあ、もうちょっと近い、阿波でということで。でね、辻帝についてはね、幕府がね、何不自由なく暮らせるように、阿波にちょっと御殿建ててね、面倒を見たみたいです。で、後鳥羽と順徳については、京都の方で、後にね、もうちょっと京都に帰れるようにしてあげましょうよという運動ね、起きてるんですけどね、これはね、鎌倉幕府側がね、この二人については許さんということを貫徹して、で、後鳥羽は隠岐で亡くなっています。順徳上皇も佐渡で亡くなっています。さて、こうして、この後鳥羽側の三上皇と天皇はいなくなりました。次の天皇誰にするんですかということになって、皇位継承者で男の人は一人しかいませんでした。この五堀川になる人です。この時、10歳です。で、もうこの人しかいないので、この人を天皇にしますということにしました。じゃあ上皇どうするんですか。で、天皇経験者ね、もうみんな島流しとかなんかなっちゃってますからね。じゃあこれ天皇経験者いないけど、これ当時院政が常識でしたからね。院政をやろうとすれば上皇太上天皇が必要なので、じゃあこの後堀川の父親、この人ね、後鳥羽の一つ年のお兄ちゃんなんですけど、安徳天皇の皇太子になってた人なんですよね。森貞親王っていうのかな。で、この人ね、出家してたんですけど、帰ってきてもらってですね、で、上皇になってください。で、この人、上皇になっています。天皇にならなくても、太上天皇、上皇にはなれて、で、かつ、院政ができるという、院政というのは天皇経験者が条件ではなくて、天皇の直系の存続、天皇の父親または祖父であれば院政ができるんだということがこの例からわかるんです。あとね、あとの貴族たちなんですけどね、後鳥羽に側に乗って、で、幕府倒せと言った連中は、みんな辞めてもらってですね。それで、幕府に対して、協力的であった人たちを、政治の中に取り込んでいくことにしました。で、例えばこの後堀川なんですけどね、これ、お母さんの方をたどっていきますと、平の頼盛、そのお母さん、池の善人です。池の善人って、平治の乱の時に、源頼朝が負けて捕まった時に、息子の清盛に、許したりと言った人です。で、頼朝ね、池の善人に感謝して、平頼盛にもですね、感謝していて。平頼盛は、平家の都のうちの時ね、私、京都に残りますと言って、で、鎌倉幕府になってからも、幕府からですね、大変
大事にしてもらっていた人です。その系統の男の子ですから、問題ないでしょう。で、九条家というのは、上級なの時に、中立的な位置にいましたから、問題ないでしょう、ということで、上に上に上がっていきますと、頼朝の妹、亡門姫の夫の、血筋でもありますし、いいでしょう、と。だから、上級なの時ね、私は幕府側ですよ、と、態度を鮮明にしていた西園寺公経、この人がカムバックしていきました。そして、この九条道家と林氏さんの子供たちが、頼経は将軍に、で、俊氏さんは郷堀川の中軍にということになって、そしてここに生まれた子供が皇太子になるという形で、上下難の結果、後鳥羽系の人たちは追放されてしまい、そして、上下難の時に、鎌倉幕府側に近い立場を取った人たちが政治を仕切ることになった。で、このまま四条天皇もこの九条家から源氏さんという人を中宮に迎えて、で、このままいけば、うまく政治回るとこやったんですけど、ところがね、この四条天皇が年齢でいうと13歳ですかね。12歳か。の時に、いたずらしててね、御所にね、活石ってね、パウダーみたいな、粉みたいなものを撒いたらね、廊下で、みんながそこで滑って転んで、というね、いたずらしたら言ってね、活石、パウダー撒いたんです。自分がね、それで滑って転んでね、で頭打ってなくなったんです。それでね、これ、お父さんの郷堀川も亡くなってるんですよね。四条天皇を一人っ子で亡くなっちゃったんです。どうしようなってね。そっから次回やりましょう。承久の乱ってね、神農小唐記にもね、出てくるんです。神農小唐記いて、北畠親房というね、後醍醐天皇を支えた人が書いた本なんですけど、なかなかね、面白い本なんです。で、この神農小唐記は、天皇の治世に何が起きたかということをずっと書いてるんですけど、承久の乱って、どの天皇の時に出てくるかというと、後鳥羽天皇のところには出てこないんですね。当然ですよね。承久の乱が起きた時、天皇は後鳥羽上皇になってますもんね。後鳥羽天皇じゃないもんね。じゃあ、承久の乱が起きた瞬間、天皇は誰だったんでしょう。実は、中京天皇なんです。で、中京天皇でね、探していくとね、神農小唐記には出てこないんです。神農小唐記ではね、廃帝、廃止された帝。ちゃんとしたね、即位の儀式なんかしてなかったみたいなんでね、九条廃帝という項目に入っています。でね、神農小唐記って私好きなんですよね。神農小唐記って割とね、意外なこと書いてあってね、神農小唐記でね、天皇をね、常に正しいと書いてるわけでもないんですよね。でね、上下なんとこね、読んでいくとね、北畠親房が見た後鳥羽上皇の評価なんですけどね。源頼朝が亡くなった後、妻の政子が幕府を行い、義時が権力を握った。しかし当時に問題があったわけではないから、臣下として罪があったというわけではない。北畠親房ってね、鎌倉幕府ってね、そんなに悪い政治でしたかって言ってるんですよね。で、そもそもね、将軍を、源頼朝を将軍に任命して幕府開かせたんて、後鳥羽天皇、あなたじゃないんですかと言ってるんです。で、続きますね。政子や義時が幕政を仕切っているという理由だけで、幕府追討の兵を挙げられたことは、君主として誤りであったと申すべきである。
後鳥羽上皇は間違っていると。北畠親房って後鳥羽上皇の上記の起こしたことは間違いやと言ってるんですね。原文こうです。神の御とがとや申すべきいて。御とが間違いやと言ってるんです。で、そうであるとするなら、後鳥羽上皇が幕府を追討しようとしたことは過ちである。天も許さぬことであった。後鳥羽上皇がね、幕府を追討しようとしたことが間違ってるんだから、それは天は許さんでしょう。負けるでしょう。当たり前でしょう。そうか。北畠親房から見ると、上空なんてそんな風に見えるんか。ただしね、神の書籍読んだときね、ある意味感動しました。で、神の書籍ってね、ここに、あげましたけど、こういう、カタカナで書いてあってね、漢字、かな、混じり文で書いてあってね、うん、これなんでこんな風にして書くんですかって言ったら、当時の武士には、漢文読める人もいるけど、漢文を読めない人もいると。だから、武士全般が読めるような形で書く。あ、これ、南北朝の頃の話ですけどね。南北朝の時代の武士全般に読んでもらうと思えば、こういう漢字、かな混じり文、これだったら武士読めるんだそうです。だから、私たちもね、神の書籍ね、読めるんです。なんとなくね、これさーっと読んでいくだけでもね、うん、皇室の二皇、陪臣義時が世になりぬれば、これ、天皇の直臣が将軍頼朝で、将軍頼朝の家来が執権だから、天皇から見ると、頼朝は直臣で、義時は陪臣だからね。というようなことがこう、なんとなく分かってくるわけで。神の書籍って、高校生でもまあ読めないことないからね、一回挑戦してみたらいいと思いますね。